南北交流。南北交流とは、2000年当時の韓国大統領、金大中が、金正日と合意した、一連の太陽政策等の融和政策を指す。太陽政策は、イソップ宮は、北風と太陽にちなみ、北朝鮮の堅タな態度を改めさせるためには、圧力ではなく温情が必要であるとするものであり、軍事力で統一するよりも、人道援助、経済援助、 文化交流、観光事業を深めることで、将来の南北朝鮮統一を図ろうとする外交政策である。対応政策は原則として、武力を用いず、北朝鮮を大韓民国が吸収する形態の統一は行わず、さらに1991年に締結された南北基本合意書に基づいて、相互の和解と協力を推進するものとされている。その狙いには、 南北基本合意書の継承と北朝鮮の崩壊の防止、統一した後の格差解消、北朝鮮の国際社会とのつながりを維持することなどがある。この政策に関連して実施されたことに、大韓民国の近代中、ロブゲン大統領と、朝鮮民主主義人民共和国の金正日、国防委員長の南北首脳会談と6.1号、南北共同宣言締結、 現代財閥による混合産観光事業、大韓民国から北朝鮮への米支援などがある。消極的なものとしては、北朝鮮による韓国人拉致疑惑、一説には数百人に上るともあえ追求しないなどの措置も含まれる。2000年6月13日から15日まで韓国の近代中大統領と北朝鮮の金正日国防委員長が、 朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌で会談を行った。会談の結果、6 1号南北共同宣言が発表された。1948年に朝鮮半島が南北を二分して、以来、両国の首脳が会うのは史上初であった。近代中による大北優和政策、太陽政策の結実といえる。近代中はこの功績により2000年に、 ノーベル平和賞を与えられた。以後、1985年に1回行われただけで、以来途絶えていた、離散家族の再会事業、大韓民国主催のスポーツ行事へ、北朝鮮が参加するなど、民間レベルでの交流事業が本格化した。2000年の周遊、中秋には、金正日から韓国へ3トンの松茸が送られた。また、朝鮮統一を見据えた南北交渉が進展し、 分断されていた、京儀線、東海線の鉄道と道路の再連結事業なども進められた。日本やアメリカも雪解けムードに乗じて、国交正常化交渉へ乗り出した。特に米朝関係は一挙に進展し、当時のマデレーン・オルブライト国務長官が包丁、大統領包丁による首脳会談の可能性すら囁かれた。しかし2001年9月11日の、 アメリカ同時多発テロ事件、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領による悪の数字化発言以降、アメリカによる北朝鮮的視が明らかになると南北首脳会談で生まれた協調ムードは再び緊張した。金正日国防委員長の早期ソウル特別、司法問も計画されていたが、無期延期となった。このような圧力政策に押される中、北朝鮮は、 日本との関係改善に活路を見出し、2002年9月には日朝首脳会談が実現した。また2003年2月には南北首脳会談の直前に現代グループの手によって5億ドルもの秘密支援が北朝鮮に対してなされていた事実が判明した。これは支援の実機的に南北首脳会談の対価として北朝鮮側に渡された可能性が高く。 特別検事による捜査が開始されたが、捜査延長をロブゲン大統領が許可しなかったことにより、真相解明は中途半なものになった。北朝鮮が土地と労働力を、韓国が技術と資本を提供して、海上に一大工業団地を作るという、海上工業地区の計画は、2000年6月に現代、グループ会長の鄭秀英が平壌を訪問した時に、初めてらかにされ、 同月に、朝鮮労働党総書記、金正日と、韓国大統領、金大中との間で行われた、南北首脳会談で合意された。いわゆる太陽政策の賜物であり、南北の歩み寄りの象徴であった。当初の計画では66平方キロメートルに、レレレレレレレツボの土地を3段階に分けて開発し、 10年後の2010年に2000以上の企業と50万人の労働者により160億ドル分の品を生産しようというものであった。2002年11月には北朝鮮で海上工業地区法を制定。海上直轄市、当時内の海上市、万文郡当時内の一部が海上工業地区として一般の行政地域から離離された。 2003年6月に3.285平方キロメートルを造成する第一期工事が寄工され、2004年末には工業団地に入居した企業が生産を開始、2007年には連結された鉄道による貨物輸送も開始された。開発の第一段階となる100万坪の造成は2011年に完工した。2006年7月のミサイル発射実験及び 同年10月の核実験の影響で北朝鮮の収入源となっている海上工業地区事業について改めてアメリカが主衆国から問題提起がなされるなど北朝鮮情勢の緊迫化に伴い事業の先行き不透明感が増した。リア・キヒロ政権発足後は北朝鮮側が南側の対北敵対姿勢を理由として強硬姿勢を強め列車往来の中断、地区内で 敵対行為を行ったとの理由による現代画山、社員の拘束などを行った。2009年5月には、海上工業地区に関する特別措置の無効を、韓国側に通知、協議の場で、賃金や土地用料の引上げを要求している。2012年末時点の稼働企業数は123社。2012年時点の従業員数は54,234人。 従業員の98.6%は北朝鮮側の人員である。2013年時点で、進出した韓国企業の投資総額は5、568億ウォンで、生産額は月4、0ドル。これとは別に、韓国側の公的企業が、造成や社会基盤整備に5.5兆ウォンから6兆ウォン投資している。一方、北朝鮮側は労働者、 約5万3000人分の賃金として1年間に8、700万ドル、約86億円の外貨収入を得ており、経済が劣悪で、外貨収入が乏しい北朝鮮にとっては、ドル箱事業である。2013年2月に北朝鮮は3度目の核実験を行い、これに対し国際連合安全保障理事会は、制裁を決議。また3月から4月にかけて、アメリカ軍と、 大韓民国国軍が共同軍事演習、キーリゾルブ、フォルイーグルを行った。こうした北朝鮮にとって不利な措置に対し朝鮮、戦争休戦協定の白紙化宣言など、いわゆる瀬戸際外交を展開し、海上工業地区もそのカードとして使われる。3月30日には北朝鮮が海上工業地区の閉鎖を警告。4月3日には、 韓国人従業員の立ち入りを禁止し、4月下旬に撤収が開始された。北朝鮮が海上工業地区への通行を制限してから15日目にして、高段の入居企業が海外のバイヤーから納入契約の破棄や投資設備の返還通知を受けた初の具体的事例が現れた。2013年8月14日に南北両政府が 海上工業地区の創業を再開する方針に合意し、9月11日に同月16日から韓国企業の創業が再開されることが決定した。一時創業停止により損失を被った韓国企業を救済する措置として、2013年中は韓国企業が北朝鮮へ支払う税金が免除される。2015年2月には中華人民共和国は、 韓国との自由貿易協定では、海上工業地区で生産された製品の310品目を韓国製と認定するとした。2016年2月10日、北朝鮮によるミサイル発射実験を受け、韓国政府は海上工業地区から北朝鮮へ流入する金が兵器開発に流用されることを防ぐとして、海上工業地区の創業停止と韓国人の引き上げの措置を行った。 これに対して北朝鮮は、翌11日に、朝鮮半島情勢を対決と戦争の瀬戸際に追いやる危険千万な戦線布告だ。絶対に容認できない。と反発し、海上工業地区を軍事統制地域に指定して、韓国側人員の全員追放と資産凍結をすることを発表し、反問店での南北間の連絡手段も立つと表明した。 平和自動車は北朝鮮のとの70対30の資本比率で平和自動車総会社プヤングーアゼネラルモーターカンパニーという合弁会社を北朝鮮に設立し2002年4月から南浦特別市の工業団地でイタリアのフィアット社が製造する小型セダンシエナをフィパラム口笛の井の名で組み立て販売しているフィパラムの他にポックギ 格好の良いというミニバン、SUV、ピックアップトラックなども生産している。同社は以前ベトナムで、総流自動車、フィアット、イベコの合弁会社、メコンで、コランドを組み立てて販売した経験があり、同行が注目されていたが、2012年、統一グループは自動車の製造を取りやめ、流通業に転身を図る方針を打ち出している。なお、日本国政令である、 輸出貿易管理令、根拠法、外国為替及び外国貿易法に基づいて作成される外国ユーザーリスト、名称、ピースモーターズコーポレーション、プヤングーアゼネラルモーターカンパニー、懸念項目、生物、化学、ミサイル、各、リスト番号、395に掲載されているため、同社への貨物や技術の輸出は許可申請が必要となる。 2000年の南北交流の一環として、韓国のキリスト教系団体の社団法人東北アジア教育文化協力財団と朝鮮民主主義人民共和国教育省が共同で設立した。また、朝鮮民主主義人民共和国教育省直轄で、同国で唯一インターネットへの接続が許可されている大学である。2010年11月に開学したが、 学生受け入れが遅れて2011年度から新入生を受け入れた。解説構想段階で北朝鮮の在外国民と韓国国内の大学とキリスト教系、福音教会の援助を受けたが、学内では韓国キリスト教系の助けを受けたことは明らかにされていない。現在の総長はキム・ジンギョン、韓国生まれ米国籍の人物でありながら、 中国と北朝鮮の市民権を有している。なお、医学部の研修は、同国内の木に一万有病院で行われている。離散家族問題は、韓国と北朝鮮の南北対話が開始された、当初から最重要課題の一つとして取り上げられてきた。1972年の南北共同声明の後に、開始された南北赤十字海岸では、離散家族の身元確認を主に行い、 再会を進めていくことについて話し合われた。しかし、南北の意見の差は大きく、全く話し合いはまとまらないうちに、翌1973年には南北赤十字会談は中断してしまった。その後も南北間は断続的に対話を続けてきたが、1985年8月に南北離散家族故郷訪問芸術団公演という形で、 初めて理産家族の再会が実現した。これは、南北双方の赤十字社総裁の引率のもと、理産家族と芸術団が反問店を経由して、ソウルとピョンヤンを相互訪問するという内容であった。しかしその後に、大観光空気爆破事件などが発生し、南北関係も冷え込む時期が続いたために訪問は一回だけのものに終わった。 離散家族問題が大きく動き出したのは1998年の金大中大統領の就任後である。金大中は南北融和を唱えて太陽政策を推し進めた。そのような中、2000年6月には平壌で金正日と南北首脳会談を行い、南北共同宣言を発表した。宣言には離散家族の再開を進めることが挙げられており、2000年8月、 1> 第1回の離散家族再会がソウルトピョニアンで行われることになった。韓国の現代財閥会長、丁秀英は、金剛山付近の出身で、北朝鮮当局と話し合って、韓国からの金剛山観光を実現させた。1998年11月、カンボンド東海港を出港する船で、韓国からの観光が始まり、2000年3月からは、 不残港からも観光船が出港するようになった。2001年7月以降は、関門土即走港から出港する、説法号に一本化。2003年9月以降は、南北間の軍事境界線を直接越える陸路観光が本格に開始され、2004年1月以降は陸路観光に一本化された。現代財閥は巨額の観光料と引き換えに、 北朝鮮側から金剛産の独占開発権を取得し、様々な観光資源に恵まれた金剛産の本格開発を計画したが、当初、巨額の観光量と設備投資の割には観光客がたからなかった。そして北朝鮮側との交渉の難航、現代財閥の内部対立などもあって予定通りには観光開発が進んでいない。一方、2002年10月には、 混合産は北朝鮮の観光地区に指定され、陸路観光の定着とともに観光客も増え、混合産では南北分断で別れ別れになった離散家族の再開事業が行われるなど、韓国と北朝鮮との窓口としての役割を果たすようになっており、韓国国内では混合産観光を海上工業団地とともに対応政策の成果として評価する声も高い。 しかし2006年7月の北朝鮮のミサイル発射実験の影響で、離散家族再開事業は北朝鮮側から中止が表明され、北朝鮮に観光料が支払われる混合産観光の是非についてアメリカから問題提起がなさた。同年10月の核実験後は特に混合産観光に対する内外の批判が高まっている。陸路観光は 即走市の北にある韓温度高城郡の南北出入事務所前からバスに乗車し金剛山へ向かい、またバスで戻ってくる形で行われている。北朝鮮と韓国は互いに公式には国家として認めていないため、詐称や旅券は必要ないが、代わりに観光省を代用として使用している。ただし、韓国人以外は旅券も必要。また、北へ向かうための出入り手続きがある。 出入国手続きではない。料金は2泊3日で30万ウォン、約3万円くらいからあるが、季節や宿泊施設の等級によっては、もっと高くなる。ちなみに観光客1人当たり一定額の観光料を北朝鮮側に支払うことになっており、2泊3日の場合の観光料は80ドルである。金剛山では、ハイキングの他に、温泉や海水浴、さらには、 北朝鮮のサーカスや歌といった観光メニューがある。今後山内での通用貨幣はアメリカドルであり、韓国ウォンは使えない。また銭湯は使われず、最低単位が1ドルのため、韓国より物価が高くなっている。2008年7月11日に、韓国人の女性旅行者が北朝鮮当局の発表によると今後山付近で誤って立ち入り禁止区域に侵入。 北朝鮮兵に射殺される事件が発生した。これを受けて、韓国政府は暫定的に金剛山へのツアーを停止する措置を取った。女性が立ち入ったとされる場所は、海岸から30メートルの地点で、フェンスが途切れており、そこから海岸までは土が盛られているだけだったことが判明した。また、立ち入り禁止を記した看板は、海岸からフェンス沿いで内陸側に100メートルの地点に、あり、 海岸沿いからは見落とす可能性があった。女性はこのどもりを乗り越えていった可能性がある。現場付近には韓国側の防犯カメラが設置されていたため映像を確認することとなっている。また北朝鮮政府は事件の全責任が韓国にあるとして韓国が謝罪して再発防止策を講じるまで韓国からの旅行者の受け入れを停止すると発表した。しかし、 韓国内では北朝鮮側や現代画山の説明に矛盾があることが指摘されている。観光再開に向け現代画山会長がピョンヤンを訪問し、金正日総書記と会談で観光客の安全に対して約束を取り付けたものの、韓国政府が安全面を理由に再開を許可しないため、いまだに金剛産観光は再開されていない。年月日、 北朝鮮側は、韓国政府所有の離散家族面解消をはじめとした、韓国側所有の不動産資産を凍結し、韓国側管理要員を追放すると発表。また、金剛山観光中断が、今後も継続する場合、現代画山との契約を破棄し、新たな観光事業者を選定することを示唆するなど、圧力を強めており、観光事業再開は、不透明感を増している。 混合産観光には中国の旅行会社が関心を示しているとされており、その後、韓国側が反発する中、中国人観光客の混合産受け入れを開始した。ただし、閉鎖されている韓国側の施設には立ち入ることができない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。